ワイドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ホームワイドプロ福岡空港店の店長です。今回3分商品研究あとホームワイドプロということで、脚立を紹介させてもらいます。伸縮脚立 RZS シリーズ、長谷川さんの、商品となっております。30% ほど軽くなっているというところでございます。また全機種、地数規格の適合品となっておりまして、丈夫で軽いというところが特徴の特徴となっています。次は特徴2ですね。足が伸縮するというところがこの脚立の特徴でございます。今映っている通りですね、1本の足だけ短くなっています。ブロック溶けてみますね。この足だけ短くなっています。ここをですね、左手の部分を押すと足が伸び縮みするというものになっております。お庭の剪定とか階段の照明の交換とかご家庭でも、一箇所だけ足が縮んだ方が天板が水平になるといった場所があると思いますので、ご家庭でも、活用すると思います。特に作業現場の方では狭いところで作業をすることが多いです。そういった時に、足が自由になるとですね、現場の作業が早く終わるというところで、お勧めしております。はい、それでは特徴の3番目です。片手で開閉ができるというのが特徴になっております。こちら赤いレバーがついております。この部分だけを持つことで開閉ができます。ちょっと大きい音しましたけど申し訳ございません。開く時もこのレバーだけが、開いてですね、固定されます。昔ある脚立がですね、この部分に輪っかに留めるという機構の、一つがございましたが、やはり事故が発生する可能性があり、これでしたら、開くときは目一杯を開けば、固定されますし、事故が起きにくい機構となっております。で、持ち運ぶときはこの赤い部分だけを持ち上げることで移動できますから、右手には別の荷物、左手には2つのみということで、狭いところ、階段なども、スタッフですね、作業ができるといった優れものの商品でございます。こちら、長谷川の足軽脚立ですね。10月1日から、ホームワイドプロ福岡空港でオープンしますので、